テープカットです。それではどうぞ。100周年、来年は、胸を張って皆様方と一緒に、応援ができることと思います。おめでとうございます。それでは100年経ったと。それからもう一つはやっぱり、市民そのものが自慢できる、地域の人が自慢できる学園だというふうに私は思っていますので、そういう気持ちでこのラッピングバスをまた見ていただければいいなというふうに思っています。